電気を消してくださいのところで久々にゾワーってなりました。僕ら人間には察知できないものをシリは聞き取って、うん、何か見えない存在が電気を消せというなかなか言わないですよ。体がないのにどうやって鳴らすんですかね。あんなバンバンバン音鳴らすんですよね、うん、不思議ですよね。めちゃくちゃ怖いですねこれ。電気を消してくださいのところで久々にゾワーってなりました。これお話僕も読ませていただいたときにチリが指示を出すっていうパターンがあまりこうイメージが湧かなくってで調べまくったんですよ、はい、そのチリが電気を消してって言ってくるときってどんなときなのとか、はいはいはい、出てこないんですよ。でもチリはそんな言わないんですよ、うん、でチリのこといろいろ調べてたら、はい、それをもし言うんであれば何かその辺にある雑音とかそういうものをシリが電気消してみたいなことを何か感じ取ってそれをまんま言うパターンはあり得るかもしれない、うん、ってなると、うん、僕ら人間には察知できないものをシリは聞き取って、うん、その何か見えない存在が電気を消せって言ったんじゃないのかな、うんうん、というなかなか言わないですよね。言わないですよ。電気を消してくださいな、はいはい、相当ウブな女の人みたいな感じ。明るいのはちょっとね、まだ慣れてないのでいいけど電気は消してじゃないんです。そういう例が取り付いてるのか。そっちの割に上からガン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 あれも俺初めてやったからもう強くやりすぎてもう足痛くあれ始めた時あ最後つま先立ちやるつもりか。あー忘れてた。ぐらい追い込まれてました。ぐらい緊張してましたですよね。でもすごくうまくいったし、ね、あーそうか、あれ終わった最後つま先立ちつま先立ちでしたよね。どんな天丼なんですか。つま先立ちで降りてくるべきですね。ここうわー完全に忘れてました。いいんですよ、いいんですよ別に。これは引きずるやつだ。話は成功してましたね。そういう、ね、そういうふつもりで振ったわけじゃないですか。いやでもそんないいパス先輩ぐらい叩いたのにそれこれ一番芸人として引っ張ってますね。でもシリというかスマホが時々勝手に喋ることってたまにあるじゃないですか、うんうん、で、まあ、何かの加減でああたまたまかなっていう時もあるんですけど、僕牛首村って映画を作った時に牛首村の中で主役のコウキちゃん演じる女の子がスマホが勝手に喋るっていうシーンが何回かあったんですよ。でそういうシーン作って、もちろんそれは作って仕掛けを作ってこっちでタイミングよく鳴らしたりとかしてそういうシーン作ったんですけど、撮影終わってからその牛首村の編集を毎日こう編集室行って編集マンのスタッフとやってる時にお昼頃になると僕のスマホがそんな設定してないのにもう一度行ってくださいっていうのを毎日言うんですよ。ほぼ毎日。編集マンも僕の性格こういうの知ってるから、監督またまたそういうのそういう変な仕掛けやめてくださいよってなって、うん、いやいや俺本当に何も設定してないよ。毎日だったんで最初の3日ぐらいはやばいやばいやばいって言ってたんですけど、だんだん人間慣れてくるもんで、今日も来るぞ来るぞ来るぞ、お昼行くかもう一度行ってくださいって必ず言うようになってて、編集終わるまで続きましたね。意味わかんなかった。もちろん何も言ってないんですもんね。急に何も言ってないんです。急に言うんですよ。でその監督が滑舌悪いわけじゃないですもんね。滑舌悪いわけじゃない。編集してる別に特に喋ってなくても喋ってない時ですもん。必ずお昼時なんですよね。グラビアの小島美優さんの話でね、はい、あったじゃないですか。学生の頃毎日にこう心霊スポット行ってたんですって。で夜家に帰ってきたらいきなりシリがそれこそもう一度言ってくださいって言うんです。何も言ってないのに、うん、と思って。その次それはあまりよろしくないですねとか言うんです。と思って、でその画面見るとシリはなんていう問いかけに対してなんて答えたかっていうその問いかけがこの文字で出るらしいんですよ。あ、そうなんですか。はい、で見たら死ねって書いてあったんです、うん、だから心霊スポットに行って何か誰かを連れてきてしまったのかもしれませんけど、その存在がそういう言葉を言って、うん、それをシリが聞いてそれに対してもう一度おっしゃってください、それは良くないですねっていうふうに言ってたんじゃないかっていう、うん、でも私もそう知り合いの女性の方で同じような体験されていましたね。その方のネイルサロンを経営されてるんですけど、2階が自分の居住スペースなんですよ。で夜寝てたら本当に突然そんなことおっしゃらないでくださいってシリが言い始めて、で、まあ、島さんおっしゃった通り履歴が何かの言葉を拾ってシリがそう返してると、何の言葉拾ったんだろう、何も喋ってないのにと思って履歴見たら、死にたいって書いてて、
彼女が喋ってないのに何者かがその部屋でそういうふうに言っていたんじゃないかって、だからもしかしたらこのお話、投稿者の方の話も電気を消してくださいでしたっけ、はい、何かの問いかけがあってそう答えたかもしれないですね。ですよね、はい、だその問いかけが一体何だったのか、そうなんです、すごい考えたんですよ、はい、どういう質問だと電気を消してくださいって言うんだろうな、確かに。で実際その後消えてるわけですよね、逃げた後見たら消えたんですって。わかんないですよ、この霊的なものが電気を消すことで自分の何かの力を発揮したい、何かを伝えたいっていうのがあるとしたら、なんかそういうふうになんか問いかけたのかもしれないですし、ちょっと何の言葉を拾ってそう話したか、履歴が確認できるって知らなかったですね。なんですかね、知りたかったです ね、電気を消してくださいの前、男性側がどういう問いかけで口説いたのか、本当にその夜の営みだったけど電気消してじゃないんですよ。ずっとそう思ってましたこの話。いやなんかそうとしか思えない言葉じゃないですか、電気消して。そうですよね、そう、まあ、それ以外もある。俺がエロいからですか。エロいって久しぶりに聞きましたよ。エロいってエロいいいですね。素敵な言葉じゃないですか。いやでも怖いな。千佳さんいかがでした。あのちょっとそのシリの話とは違うんですけど、ずいぶん前にそう同じような一軒家、2階建ての一軒家を寮みたいな感じにして、でとあるお化け屋敷をやってたことがあって、そこではない別のとこでやってて、そこを寮にして屋敷が終わった後にそのスタッフとか役者たちがそこで寝泊まりするっていうところがあったんですよ。でその時一人だけ先に入ってて、前乗りして1階で寝泊まりしてて、私たち後からずいぶん後からあの行って参加するっていうことになってたんですね。でその日のうちに夜あたりに私たち入りますよっていうことだったんですけど、そのスタッフさんが終わって帰ってきた時に、私が泊まる予定なのが2階のお部屋なんですけど、そこがいつも誰も入ってないから真っ暗なんですね。真っ暗で彼女が入ってきた時に2階の私の部屋に明かりがついてって、あ牛崎さんもう早いな、着いたんだと思って、それで自転車止めて2階行ったら真っ暗だったっていうことがあった。で私もう着いてなかったんですよ、まだ全然あの車で向かってる途中だったんで、でも完全に私の部屋だけポッと明かりがついてたから、お疲れ様ですって言って声かけたら真っ暗だったっておっしゃってました。なんか電気とかつけることとかできるんだなって。なんかあるんですね。僕もちょっと聞いたことある話、聞いたことというか、どっかの地方の警察署派出所らしいんですけど、そこが夕方以降お化けが出るんですって、うん、だから18時以降はもうそのお巡りさんもいなくなっちゃう状況らしいんですけど、その夜になると明かりがついて女性がのシルエットが映るらしいんですよ、うん、でそれを近隣の住民っていうのが見て、警察とかそこに向かって、まあ、その日中にですね、あんたら昼間だけ仕事して夕方になったら女連れ込んでるだろうみたいなことを言われるんですけど、誰もいないはずなんですよ。だけどその夜の時間帯になってくると明かりをつけて女性っていうのが佇んでるっていう話を聞きました、まあ、これちょっと場所は言えないんですけど、どっかの派出所でそういうのが実際あるらしいですね。だからつけたりなんかそういうのできるんだなと僕も今話聞いてちょっと思いましたけど、不思議ですね、はい、派出所で、はい、夕方以降女性があってね現れるらしいです。いうことなんだろう、まあ、でも階段でやっぱりありますよね、急に電気がバーンって消えちゃって真っ暗になっちゃうとかって話、うん、ありますよね。なんかだからあるんですかね。音はこう体がないのにどうやって鳴らすんですかね、あんなバンバンバン音鳴らすんですよ ね、不思議ですよね、まあ、ラップ音みたいなのもありますしね、うん、あんな激しくダンダンとかできるってことです、まあ、あれはちょっと僕がもったな持ったというか、はい、あと皆さんお気づきですか途中、はいね、一軒家怖いなっていう一軒家、はい、どんな僕一軒家って言いましたっけ、どんな一軒家って言ってました、え2階建ての建ての、はい、まさにこの映画重音、ああそうだおっしゃってましたね、で重音に登場するような家だったんですって言いました。あそこは僕のまあ一応オリジナルで入れさせていただいたんですけど、はい、まあね、ちょっと監督でしたということで、はいはい、ありがとうございます、言った瞬間、はい、
ちょっとドヤ顔がこういうとこできるよやってますよみたいな、入れたったぞみたいな、入れたったぞみたいな、そこその瞬間だけ見たいですよね見たいなぁ、ちょっと見てです監督の塔ちょっとなんか、はい、そこじゃ放送の時こうちっちゃくおべっかっていうテロップを入れてます本当にいやらしいね、あの人間のね顔が一瞬僕の顔が映ってます、ね、周平さんがこうやってるなんかこう抜きをね、抜こう本当にすみません、皆さんの会談大事に、ね、話させていただいてますんで、はい、今後ともお願いいたします、ね、お願いします。初耳会談、今年もイベント開催が決定、まあ今日はですね、一夜限りの裏初耳会談、テレビでも YouTube でも聞けないやばい話、昨年人気を博したイベントがさらにグレードアップ、番組レギュラー陣に加え豪華ゲストも参戦決定、他言無用の怖すぎる話、9月2日恐怖におののけ。さあ、怖い話ね、今日まあいろんな話出てますけども、はい、あの監督ご自身もやっぱ体験談って終わりなんですか。僕自身はあんまり直接僕がっていう体験はあんまりないんですけど、周りから聞いたりとか、やっぱホラー映画ばっかり作ってそういうイメージなので、ちょっと聞いてくれよみたいな、いやいや俺霊能者じゃないからでもこういう番組もね読んでいただいたりとかあるので、あだんだん集まってきたりはしてますよね。で、あこれはっていうの時はメモしておいたりとか、時間がある時にいつかちょっと他の方から聞いて使えるやつは本出してみたいなとか、うわ監督が出される本とか、ね、ちょっと短めの話とかってちょっといただきたい、短めの、じゃあちょっと思いつきで、あのトミエリバースという映画僕作ったことがありまして、本当初期の頃で劇場でかかる長編映画としては僕初めて監督だったんですけど、ラストシーンで遠藤久美子ちゃんと妻夫木君が抱き合ってキスをして滝から落ちるみたいなシーンがあるんですよ。でそのシーン実際滝壺までの滝の上まで行ったんですけど、やっぱそこで撮るのは危ないから、そこでないと撮れない絵だけ安全帯つけて撮って、で寄りのキスする寄りのショットとかはもっと川上の方の危なくないところで撮りましょうってなって移動して、そこで撮ってたんですね。でそこで、あ無事ここのシーンも終わったしっていうので、あじゃあ今日は主演の方もみんないるから、じゃあここでスタッフも入って集合写真撮りましょう、で集合写真撮りましょうってなって、みんな来てくださいって、でそこのバックに見えてる橋でこう人止めをしてた制作部のスタッフもいて、であ皆さんも来てください、撮影自体は終わったんで写真に入ってくださいって呼んだんですけど、人止めしてたベテランのスタッフさんだけ、あ俺いい俺いいって言うんですよ。で家また照れて、でもいいじゃないですかみんな入る集合写真なんだから、いや俺いいや俺いいやって言うから、あもうじゃあいいか、次のシーンも現場も行かなきゃ移動しなきゃいけないっていうので、その下着置いといて、あの橋をバックに写真撮ったんですね。でその人はなんか照れてたのか、そのバックに写ってる橋からもちょっと避けて、どんだけ写りたくないんだよみたいなで写真撮って、はい無事に写真も撮れました、お疲れですって言って、次の現場に行ってから細い道のところをみんなが手分けして機材を運ばなきゃいけなくて、一人しか通れないような道なんで、こうみんな手伝って運んでたんですけど、チーフ助監督だけがなんか ぼーっと立って手伝おうとしてないんで、何してんだろうと思ったら、手元でこうやってやってるんですよ、なんかこう手振ってる腰のあたりで、何してんだろうと思って何してんですかって見たら、あいや何でもないです監督、どうぞどうぞ行ってください、なんかしてるじゃないですかって見たら、塩をねこう道行く機材持って道行くスタッフに気づかれないようにこうそしらの顔して塩撒いてるんですよ。でなんで塩撒いてるんですか、気になるじゃないですか、大丈夫です何でもないです、何にもない素振りじゃないでしょそれで後で問いただしたら、そのさっきのみんなが集合写真撮った現場、集合写真撮ったその橋で数日前に人が首吊ってたらしいんですよ。でそれを人止めしてた制作部のスタッフは聞いてたらしい、だからそんなところで撮る写真に入りたくないっていうのをチーフ助監督が聞いちゃって、みんなが気にしないようにこうバレないように死を撒いてたらしいんですね。でうーわーそんなことあんだと思って、まあ写真には多分何も写ってなかったと思うし、全スタッフキャストに配られたんですけど、そんなことが、いやでもね
線香何やってんだろうと思って詩をバレないでこう巻いてたらめちゃくちゃ怖いっす。なんか変にリアルじゃないですか、はい、ね、気づかれないようにやってるっていうのが、そのこともしかしたら霊感とかも終わりだったのかもしれないですし、あるかもしれない、考えちゃいますよね。いやちょっとね、本当にこういろんなお話がある監督なんですけど、皆さんご存知です、ファンの方はご存知の話かもしれないんですけども、あの呪怨で声だけ実は出演されてるって知ってました？あ、そうなんですか。あの中に出てくるかや子っていう女幽霊の役のあの声を実は僕が当ててる。そうなんですよ、あの不気味な地獄の底からこうっていう響いてくるような声あるじゃないですか、あれ実は監督なんですよ。やばい、やらなきゃいけない普通考えたらその女優さんの声なんだろうなと思うわけじゃないですか、はいはいはい、でも違う理由って何かあったの？実際その役の加代子役の藤井貴子さんっていう女優さんなんですけどにもやってもらったりとか、他の人にもやってもらってたりとか、こう声いろいろミックスしてみようと思ってやったんですけど、自分で僕がやったのがあこれ一番しっくりくるって言って、プロデューサーも監督の方が一番いいんじゃないってなって結局ハリウッド版まで向こうでなんかサウンドのね、音のスタッフがすごいとんでもないハリウッドらしくこう派手に作ってくれるかなと思ったら、ある日呼ばれてちょっと監督の声取りたいんですけど、おお工夫しろよと思って。喉の調子はごめんなさいね、本当に大丈夫かな。お、あの声すごい。いやでもこれみんな子供の時遊びませんでした？やりました。セックスできます？吐きそうになってました。これ結構僕子供の時からなんでこんな声が出るんだろうと思ってやってたんで、で親からもうまんまって変な声出さないのって言われてたんで、天の尺だからいつか何かに使ってやるって。すごい、それでハリウッドまでですもんね。そうですね。で台本でこう点々兄で濁点であーって書いて、プロデューサーがこれ監督これ何ってこれです、あ、まあ任せるわこの若い監督大丈夫かみたいな、まあそれ怖くなんだよね、あじゃあ任せるわでもあれがねもう代名詞的な、うん、なんか本当に呪怨と言ったらねっていう風に挙げる方もいるぐらいの、すぐに浮かびます。そうですよ、ね、映像もバンって今の聞いたらすぐに浮かんでめちゃめちゃ怖かった。監督の声だったって、ちょっと生で聞けちゃう、ね、僕もちょっとお話聞いたことあったんで、あれ監督の声って話でも今生で聞けてちょっと感動してますけど感動してますよ。いや今日出てよかったですあの頃何人かのモノマネ芸人さんに、僕実はモノマネパブでこれやらせてもらってますみたいな、呪怨の声みたいな、うん、なんか嬉しいですよね。そう、うん、ちなみにね、はい、あのうちの相方のモーモーなんですけど、人生で映画館で映画見たこと2回しかないんです。2回でしたっけ、3回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 しかないんですけど、そのうちの一つが呪怨2なんです。呪怨2の方、僕が今年45歳なんですけど、はい、直近で見た映画はジオン2です。映画見ない人なんで。そうなんですよ、はい、あの公開された当時見に行ったよく言うてるんですよ。あれは20年ぐらい前に聞いたことだと思い出しました。ありがとうございます、光栄です。人生で3回だけなんですよね。そうですね。そんなその3本気になるんですけども、はい、ジオン2とジオンとジオン2とミセスダウトです。ジオンの1と2と、はい、ミセスダウト、はい、ミセスダウトの 3本でお届けしましたけど、お届けした光栄ですよね。いやだから俺12本、はい、ああ見た方だと思って、よく言うてるんで。でもそうなったらね、もうすぐ公開という映画何でしたっけ？みんなの歌、はい、あ4回目ぜひ僕見ます。はい、よろしくお願いします。すごい光栄です、ありがとうございます3回しかっていうのがすごいですいやでもね、ぜひね4本目、はい、もうねまたすぐ公開ですからね、楽しみにしております、はい、みんなの歌ご覧いただきたいと思います、はい、いや今日本当にわがままをねたくさん聞いていただいて本当にありがとうございます。こちらこそ優しくていつも甘えてしまうんですけども、いろいろ今日いかがでした？楽しかったです本当ですか、はい、
です。間違ったです。ちょっと勝手にいろいろボケたりすいませんでした。ちょっとあのバラエティの方のスイッチにレバーグミってそっち寄ってましたよね。いつもそっち寄りなんでね、本当はコメディ映画作りたいんですけど、何の呪いなのかホラー映画ばっかりなんですよ。なんかやっぱりこう緊張と緩和じゃないですけども、ホラーとこのコメディってちょっとこう表裏一体、うん、そうですよ、実は似てると思うんですよね、うん、なんかこう緊張したところに緩和っていう、なんかそうです、おっしゃる通り表裏一体だと思います、うん、絶対このコメディの方やられてもめちゃくちゃ面白い、ね、面白作品とかだと思う。いやコメディの方がね多分難しいと思うので、ホラーを撮るってやってみたいんですよね。楽しみですね。いや本当にね、あの今やっぱり今映画の公開も近いってことで、まあ、いろんなプロモーションの方でお忙しいと思うんですけど、はい、本当そんな中時間割いてね、うん、来ていただいたんですけど、ちゃんと映画のプロモーションになりましたかね。だったんじゃないですかね。多分大丈夫だとカットされなければと思うんですけどでも今日皆さんのお話聞けて、あ、これはネタになる、これは映像にしたらこうなるとかっていうのを浮かんだのがあるので、あのいつかどっかであの使えたらなと思ってる。ね、ちょっと本当に楽しみですよね。はい、で今回はあのステージの方には立ちませんでしたが、はいはい、監督もお話たくさんお持ちということで、はい、次は あのステージで階段の方も披露していただきたいと思いますので、ここは怖いですね島田さんでもあれだけ緊張するんですからねつま先立ち忘れるぐらいあれ落ち込むだろうな今日いやでも本当お忙しい中来ていただきました。ありがとうございます。機会があればぜひ、また本当ぜひね見てください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。初耳階段、今年もイベント開催が決定、まあ今日はですね、一夜限りの裏初耳階段、テレビでも YouTube でも聞けないやばい話。昨年人気を博したイベントがさらにグレードアップ。番組レギュラー陣に加え豪華ゲストも参戦決定。他言無用の怖すぎる話、9月2日恐怖におののけ。皆様いかがだったでしょうか。この番組ではですね、皆様からの不思議体験随時募集しております。もう個性的な怪談師が揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日のゲスト、映画監督清水崇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。